さあ、続いては、一妻枠です。はい。ということで、これはもうレギュラー分の一妻枠のコーナーです。一妻の皆さんから様々なお便りをいただいております。ラジオネーム、おじゃるハム。うん。かっこ、高一女子。ほうん。爆笑問題の田中さん、大田さん、こんにちは。はい、はじめまして。はい。4月から高一になる、うん。おじゃるハムです。はい。なんですが、うん。名前はひろこです。 <laughs> 多いですね最近こういう方ね。自分のことを名前で言う癖があって、うん、うざいのは分かってるんですけどうっかりメールで言う可能性があるので先に言っておきます <laughs> <laughs> ああそうですかヒロ、はい、です、はい、あんまりラジオにメールを送ったことがなく、うん、果たしてこのメールが無事届くのかも不安なまま、うん、今ポコポコ打ってます <laughs> ポコポコ面白いね <laughs>、うん、メールの出だしも皆さんと同じような感じで 彼氏にしたい大田さん、パシリにしたい田中さん、こんばんは。はじめに、始めたかったんですけども。大<あ>田さんへのテレと田中さんへの罪悪感で、<laughs> <laughs> やめておきました。罪悪感だね人<え> <laughs> 妻さんコーナーが始まって、すごい面白くてゲラゲラ笑っていたんですが、うん、ふと果たして10代の女の子はどれぐらい聞いてるんだろうと思って、存在を主張するべくメールしてしまいました。ああ、なるほどね。 ところで、桑田さんがゲストに来られたとき、ちょろっと YouTube の話をされてみましたが、ひろこは、爆笑問題さんのコントを見たことがなく、この間初めて YouTube で昔の映像を拝見しました。かっこ。なんとなく口調が人妻っぽくなります。笑い。マジそれ。拝見しました。その衝撃といったら、お二人とも若い。 高一のひろこなんかに言われたくないでしょうか。可愛 <laughs> い,いったらない、うん、ジャニーズジュニアのようでした。うん、だがしかし、うん、全然変わらないのが、声<ー>吹き替えてるのかと思ったぐらい、<ー>声が今と一緒なんです。うん、これはどういうことなんですかね <laughs> どういうことなんでしょうね長々なかなかとひどく個人的でつまらないこと人妻じゃないのに送ってしまってすみません。<laughs> まあ未来の人妻ということで許してくださいお二人はヒロコにとって永遠のアイドルですのでこれからも大暴れしてくださいね応援しています BS ちなみにヒロコの周りには爆笑問題のファンという人はまだ一人もいませんそだいこの春から高一15歳でしょねえ完全に娘のファンというのはいないでしょうねまあねえ えー、ペンネームネオ、うん、太田さん片玉さんこんばんは、はい、毎週ポッドキャストで楽しませていただいて、はい、ペンネームネオと申します、うん、皆さんのように面白いことは書けませんが、うん、初投稿させていただきますはい私は22で人妻になったものの、はい、23には離婚 24でまた人妻になったものの、ええ、25には離婚。ええそして今年26で、また結婚しました。うん、また 2>, ?2 年と続いたことのない結婚生活なんですが、うん、今は喧嘩が日常茶飯事で、<laughs> <laughs> また離婚してしまわないかと、不安でなりません。すごいね。今回は喧嘩をした日に大発見をしたのですが、うん、今日はその大発見について書きます。はい その大発見とは、うん、喧嘩をした日のセックスはとても気持ちがいいという。<laughs> 今さらこんなこと言われずい随分これはもう常識ですよ。<laughs> 夫も私も、なぜか喧嘩をした日はとても燃えてしまい、楽しんでいます。次の日にはもう喧嘩なんて忘れて、うん、しまうぐらいなんです。うん、でもまたすぐに喧嘩。そして夜には忘れてしまう。この繰り返しで。<laughs> 片玉さんも一度喧嘩をして夜セックスをしてみてみるのはどうでしょうか p s, <laughs> <S PS 皆さんのように面白い内容が書けなくて面白い申し訳ございません <laughs> すごいよなまだまだネタはありますので、うん、もし読んでいただけましたらまたメールしようと思い,ますいやだってあるでしょだって2 5五6でもう罰に×にもうすぐ3回目の結婚かもしれない俺よく今まで知らずに来たなこの人はねえ喧嘩の日のセックスっつうのは常識ですよね <laughs> 正式な、まあ、よく言われる話ではありますよね。うん、ええはあ、でも、この人は多分いっぱいあるよ、これ。ええ、プリンママ。はい。太田さん、田中さん、こんにちは。はい。初めての投稿で。<laughs> 投稿って、学校に行くってのも投稿な <laughs> あ,あ、そっちになってますか。ええ、初めての投稿でドキドキしているラジオネーム、うん、プリンママです。はい。ラジオネームに特に意味はありません。 ごめんなさい。いや、いいです,い,い,です <laughs> いつも主人と寝る前にイヤホンを片方ずつつけて楽しく聴いています。うんうん、あ、仲いいですね。子供が横で寝ているので、うんうん、布団に口を当てて声を殺しながら大爆笑しています。このコーナーが大好きで、はい、いつかは私も、うん、と思っていたのですが、うん、なかなか 皆さんのように面白い話題もなく <laughs> 私なんかじゃ <laughs> かううだ何だろうねこれ私なんかじゃと諦めていました <laughs>、はい、でもどうしても投稿したくて、うん、大した出来事があったわけじゃないのですが <laughs> <laughs> 思いつくことを書いてみようと思いますみんなこうなう 私の今のちょっとした悩みです。うん、それは主人の食欲と性欲が、うん、思春期並みだ。は深夜に仕事から帰ってきて、うん、カレーを3杯とか、えー、ご飯もおかわり2杯とか、しかもその後に自分でコンビニで買ってきたお菓子をもりもり食べているのです。すそれだけが楽しみなんだから、と主人は、 私の忠告を聞きません、うん、私の母もお父さんもそれぐらいの時はたくさん食べてたよと言いますが、うん、事実主人は私と付き合い始めた頃から、うん、比べると9キロほど太っています、うん、私は出産前は糖尿病の健康,健康診断などをやっていたので、うん、主人が食べるもののカロリーを計算すると恐ろしくてなります、うんうんね、神経質になりすぎでしょうか、うん そして、性欲にも困っています。うん、疲れて帰ってきても何のその、うん、私さえ OK といえば、うん、毎日でもしたいぐらいの勢いです。うん、私はまだ子供の世話に忙しく、うん、常に疲れている状態なので、はっきり言って毎日なんて持ってのほかという感じなんです。うんうん、そして最近、変態の毛が見え隠れ。<laughs> <laughs> しだし、<laughs> ますます理解できないのです。 ここではとても書けないような行為を求めてきます。何かいいやんわりと断る方法があったら、うん、太田さん、田中さん教えてください。うんうん、このコーナーではセックスレスの方が多いようにも思いますが、うん、お互いの気分がぴたりと合うのは、というのは、なかなか難しいものだなと感じる、<laughs> 今日この頃です。うん、なんだか全然つまらない。<laughs> しまって。<laughs> 落ち込んでいます。なんでだなんで今落ち込んだんだよ、この瞬間に。が、また何か面白いことがあったら書きたいと思いますので、これからはもうどうか見捨てずによろしくお願いします。PS、夫がリスナーじゃなければ、書く、書けることがたくさんあるのに。ああ、そっか、一緒に。悔しい。そうだよね。一緒に聞いてるわけだからね。そう。 言いにくいんでしょうけどこれはでも今これ聞いてらさその旦那は俺のおめかえこれってことにならないんでしょうかねなりますでしょうなるよね普通ねどうですかやんわりと断るこれ難しいなやんわりと断られたことありますかいやそれありますよああ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 あそうですかどういう断るかええどう いや、別、多分、いや、もう眠いとか、多分疲れたとか、そういうことではあります。どうするんですか全然。デラベピン。どうする全然引き下がります。当然ね。全然引き下がったから。全くもう。やって沈める。いや、そんな別に、あの、そうみたいな感じ。はい。いいじゃん、ちょっとさ、そこ触ってみたりとか。いや、もう全然。 全然。全然。あ、わかった。わかった。みたいな。急にそういう感じになるの。あ、わかった、わかった。ごめんね。みたいな。それ別にそのごめんじゃねみたいな。そんな言い方しないけど。え、いいじゃん。みたいな。ちょっと甘えた声出したいうん、まだ昔そういうこともあったかもしれないですね。でいも普通に引き下がるだけですよ。みたいな。下映するか。 お前つっかいねそんな立場じゃねえだろう、ね、<laughs> えー、ラジオネームペパヒトうん来ましたペパこの人はあの旦那のエロ DVD を大量に発見したというね <laughs> あとかつては健康診断で旦那よりでかいものを <laughs> <laughs> 血を流した,た、はい、<laughs> ペーパー一妻略してペーパヒトでございますはい 人妻枠のおかげで、セックスレスの方々が世間にたくさんいらっしゃることを知り、うん、心強く思う今日この頃です。うん、この度は、集合住宅の騒音について少しばかり触れてみたいと思います。うん、集合住宅といっても、以前住んでいた社宅のことなのですが、うん、上に、上の階のお部屋にお住まいの N 夫人。 かっこ50代前半と、おしゃべりをしていたときのこと。はい、N 夫人のところには20代の娘さんが2人いらして、うん、娘さんたちは仕事で帰宅が遅く、深夜の帰宅の際の足音などがうるさくては、うるさいくはないかと、気を回して私に聞いてくださいました。しかし、ここは社宅です。うんうん、目上の奥様に向かってうるさいなどと口が裂けても言えます。社宅の中で円滑に暮らしていくために、うんうん いえ、うるさくないです。大丈夫です。と答えておきました。うん、そこへ、N 夫人の隣人。かっこ私には斜め上のお部屋の住人の K 夫人が通りかかり、はいはい、その会話に入ってきました。うんうん、N 夫人はまた気を使って、隣人の K 夫人に、うん、うちって夜うるさくないと尋ねました。うん、すると K 夫人、うん、夜ああ、聞こえるけど、そんなにうるさくはないわよ。うん でも仕方がないわよね。声出さないと盛り上がらないし。<laughs> <laughs> N さんのところ仲良しだものね。<laughs> と、N 夫人と私は一瞬固まりました。うん、何の話をしているのかと。うん、そしてみるみるうちに赤くなる N 夫人。うん、こともあろうに、K 夫人は夜の営みの声が近隣に聞こえているかという話と勘違いをし、うんうん、N 夫人の営みの声を暴露。うん しかし、ここは社宅です。うん、目上の奥様に恥をかかせてはいけません。うん、私はその会話を聞きませんでしたうん、うん。という顔をして。その場をフェードアウトいたしました。うん、後ろ手に、壁際ですると聞こえるとか <laughs>、<laughs> <laughs> 窓を開けてやらない方がいいよとか <laughs>、そんな会話は一切聞こえないふりをして、うん、そして気がついてしまったのです。うん、開花に えー、響くほどの振動。隣、うん、家に聞こえるほどの喘ぎ声。賑、うん、やかに営めば盛りな、盛り上がって、セックスレスにならないのだと。うん、しかし時すでに遅し。うん、私は新婚当初、夫の実家でエッチをしている時に、うん、夫に手で口を押さえられ、うん、声を絞り込んだという経験があるので、うん、声というものは必要最小限にとどめておくものだと、うん 固く信じておりました。うん、そして今やペーパー一妻、うん、ああ、何たる深く。なるほどね。すげえな。20代の娘さんが2人いるわけでね。そうですはね。ねで、またお魚という。ねで、50代の奥さんでしょすごいですね。ね